はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安田でございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてこの動画がね、より多くの方に届きますように願っております。はい、今日はね、通院の日でした。通院の日っていうのは、いつもその先生こう質問をね、用意して挑んでるんですけども、今日は先生から、先生側からの先生攻撃がありましてね、安くん、移植後の人っていうのはね、移植してない人に比べるとね、いろんな病気にかかりやすくなるんですよ。もっと言いますとね、まあ、年齢に関係なく病気や数値を気にしなあかんのですって言われたんです。まあ、さらにね、こんなことも言われましたね。免疫抑制剤を飲んでるからっていうのを原因にしてしまうのは分かりますけども、自分でね、制限できるところはきちんと制限してもらった方がいいですって言われたんです。まあね、口調は優しいんですけども、ちょっと先生の勢いに後ずさりしてしまいまして、まあ、自分のペースをね、保てなくなってたんですよね。っていうのも、まあ、先生が言っているのはですね、まあ、今日の採血の結果なんですよ。なんか悪かったのかな、まさか白血病細胞が増えてきたんかなって、まあ、僕は思ったんですけども、まあ、白血病細胞とか IgG っていうね、自己免疫力とかは全く問題なくてですね、まあ、先生がこう目くじらをさせて怒ってたのはですね、悪玉コレステロールやったんですよ。もう僕はね、キツネにつままれたような顔になってしまいましてね、まあそれもそのはずですよね。僕はこの3ヶ月間一生懸命菓子パンを我慢してたわけですよ。体重も増えてませんし、何やったらね、ちょうどだけシャープになったぐらいですしね。まあそんな思いも先生に伝えたらですね、先生は僕のある持ち物を指さしてね、こう言ったんです。やっすーくん、これ1日何本飲んでるって聞かれたんですよ。そうなんですよ、僕はね、菓子パン食べてないんですけどもね、まあ外に出ると最近甘いもんばっかりね、飲むようになったんですよ。しかもボスのカフェオレみたいな甘いやつあるんですけどね、それをね、今日は飲んでたんです。まあ外だけじゃないんですけどね、家におる時はずっと甘い紅茶を牛乳で割って飲んだんですよね。まあ、先生は最後にね、優しく、ちょっと減らしやーってこう言ってくれましたね。骨髄移植した人っていうのはね、糖尿病や高脂血症ですね、とか、まあ、骨粗しょう症になりやすいと、まあ、先生はね、僕に伝えたかったんでしょうね。だからまあ、こう、年齢に関係なくね、言われたんでしょうね。メタボは3倍ってね、前にも言われましたからね。飲み物気をつけていきます。まあ白血病細胞とかっていうのはね、全然問題なくね、逃げたんで良かったです。まあこのままのね、薬の分量で様子見で頑張っていきます。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがより多くの方に届きますように願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。